おはようございます8月16日の火曜日、時刻は6時24分、いつもよりもだいぶ早いスタートでございますが、この後のお仕事の関係で、えー、今日は早めのスタートでございます。現在、何人の方ご覧いただいてますか、38人ですね。<laughs> はい、<laughs> 見ていただいている皆さんにいいねを押させていただきます。 えー、今日はあ、神戸新聞を買ってまいりました。はい、神戸からやってまいりましてで、えーと、テレビ欄を見ております、もうすでに始まっている早朝の番組もありますし、これから始まるものもございますが、えー「THETIME,」タイム、NBS、TBS ですね、えー、40度超えも国書再び、旬の枝豆半額、なぜ、進化系おもちゃ花火。はい えー、おはよう朝日です、はいえー、恐怖、不気味なお店を和牛が徹底調査、関西、変ンネームファイル、目覚ましテレビ、関東再び危険な暑さ、脂質像で家計ピンチ、ウエストドーム密着、はい、読売テレビスマタン、すまたン定番アイスが大変身、超簡単スイーツ作り。 熊は歯が抜けるい、えー、見たい番組が全くございません皆さんはいかがでしょうかでは長官チェック参りましょう本日もスタートです まあほんまにひどいですなうん。<laughs> おはようございます時刻は6時26分でございますまあ、テレビを見ずに今この YouTube をご覧いただいている皆様あるいは後からテレビを見た後長官チェックをご覧の皆様いろいろかと思いますが、えー、まあ、今あんな感じなんですね今 <laughs> 朝の情報番組を見てもらおういやラビットはラビットで独自の やりり方で分かりますけどはい8月15日にいろいろと式典もあったりしている、まあ、全くそんなことではただでさえ低い数字が取れないという判断なんでしょうね。えー、まだ新聞の方がましですなーえー。 参議院議長になりました尾辻さんの演説が良かったとネットで出ておりましてもともと演説というか、まあ、追悼の字なんですが演説上手な方ではあるみたいですね。提、え、携、え、の,のことをただただはきはきと言うだけさすがに岸田さん平和が大事だとは言いませんでしたけど まあまあそんな感じの人と比べましてですねえ後でまた全文ご紹介いたしますけどお父さんが戦死しててまあお母さんも若くして41で亡くなっているんかなその父母へのにも思いを馳せながらですねえ子どもの時はもうお腹いっぱい食べたいというのがまあ夢であったとでそんな自分がここまで。 えー、父よりも母よりも長生きをしてで、まあ、参議院議長にまでなったということはまあ相手は言ってませんけど、うん、その自,慢自慢の息子ですみたいな言い方ではないんですけど、えー、ここまでやってこられましたとで戦争の悲しさというのをこれからも語り部として、えー、伝えていきますっていうようなことを言ってましてね、えーまあ、自民党の人ですいや、自民党やから何でもかんでもあかんなんて駒さんは言ってませんから。えー えー、非常にあの岸田さんの演説も全文読みましたけれども、それよりも,もうはるかに心を打ちましたし、うん、あのそんなことも朝の、ね、番組で取り上げたらええのになと思うんですが、今の政策の人たちには一切届いていないようですね。うん まあ,あそんな8月15日にコモさんは満腹になりましたおかげさまでありがとうございます皆さんにもお買い求めいただいております一頭買いしたあ,あのー、ね、えー、お肉でございますこれを昨日はあ焼きましたはい家で家族にみんなに食べてもらいましたちょっとご覧いただけますでしょうかこちらでございます 届いたお肉肩ロースは1枚1枚ラップしてあるんですねこれがまた大きいはいラップ外しましたらこんな感じですよ刺しも色もすごいいいですよねはいこちらはすき焼きにいたしましたはい、えー、うちの父から言われてますすき焼きの味付けは男の仕事やと、えー、この時だけはお醤油や砂糖を持ってですねはい、割り下は使いませんはい えー、自分で味付けをしてみんなに食べてもらいました卵絡めてほんまここね山津津下さんの七味をバーッと入れるとこれまた美味しいんですけどねそしてステーキはもも肉を頼みましたももなのにこのこのさしの入り方さすが A5 ランク BMS ですか12点満点でございますで、えー、油を引きましてにんにくを焼きました駒さんはい今日はちょっとにんにく 注意、えー、はできませんので皆さんあの、はい、お許しくださいませしっかりと焼きましてそしてお肉を焼いていきますでは焼きます いう感じでしょ はいほんまにあのみんな喜んでくれました、まあ、日頃ね調理なんかしないんですが私があ調理場に入りましてですねキッチンで、えー、焼きまして、えー、娘は仕事やったんで帰ってきて、はいあのー、食べてもらいました、うん、みんな喜んでおりましたどうぞ皆さんも、あのー、家族の、ねえー、笑顔が本当に見られると思いますので、えー、私は、まあ、食材を食べる材料ではなくって、はい、罪滅ぼしの食材と書いておりますけれども。 あどうぞお買い求めくださいませよろしくお願いいたしますでは朝刊チェック今日も参りましょう今日は神戸新聞でございますヘッドラインです敗戦から77年を迎えた昨日日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼式が行われ天皇陛下は過去を顧み 深い反省の上に立って再び戦争の惨禍が繰り返されることのないよ繰り返されぬことを切に願うと述べられました一方広島出身を自称する岸田総理大臣の演説はありきたりのものでしたが父親が戦死した尾辻秀久参議院議長は自らの体験を交え 戦争の悲しさを伝える語り部として生きていくことを誓いこちらは心に響きました8月15日に靖国神社を参拝した高市早苗経済安全保障担当大臣そのことは私は何とも思いませんが昨日のツイートで前任者である小林隆之氏が有能であったことに触れて 今も辛い気持ちでいっぱいですとツイートならばなぜ大臣を引き受けたのか引き受けなければよかったのかと思う私が間違っているのでしょうか嘘もつき続ければ真実になるがモットーの自由民主党杉田水脈総務政務次官は月刊誌に LGBT は生産性がないと寄稿したことについて会見で問われ 当事者の人権を否定するつもりも差別する意図も一切ないと言い切りました頭の構造を知りたいです新設される子ども家庭庁の看板について小倉少子化担当大臣は前任の野田氏から子どもに書いてもらえばと言われ全く同じことを考えていたと会見で明らかにしました そんな上辺のことではなくて仕事の中身が大事だよと NHK は一切報じていませんそのことにも起こっていた赤石市の泉久保市長ですが日本子育て支援大賞受賞の打診があったもののトロフィー代10万円ロゴ使用料70万円と言われ賞だけくれたらいい と言ったが断られていたことをツイートしています加古川市の75歳の女性がスマホに届いた高額当選できるというメッセージを信じ7190万円を騙し取られていたと被害を訴えました夏の甲子園10日目仙台育英高松商業そして愛工大名電大見が勝ってベスト8に進んでいます 以上、朝刊チェックヘッドラインでした。時刻は6時35分となっています。8月16日でございます。8月15日。いや今夜公開の黒田さんとの話で、8月15日って何の日かなっていうのが、その若い人で、 の感覚から抜けてていいるという話があってですねまあまあまあそれは盆休み中ですしねまあほんまはお盆はあ海にも入ったらあかんそんな動いたらあかんという先祖が帰ってきはんねんからということがあるわけですけどしかしまあまあ夏休み、まあ、日本人僕はほんまにまあちょっと休みすぎやと思ってますけどえー、その。 中でですね8月15日の意味合いというのがまあ急速に若い人若い人って言ってもその10代とかじゃなくってそこそこ大人でもですね、えーまあ、ちゃんと伝わってないんやなとまあこれはもう語り部の問題なのかいやそういうことでもないんじゃないかなと思うんですけどね。えー、今日は はい、えー、神戸新聞、まあどこも,もまあね、えー、基本8月16日の紙面は15日のこうね全国戦没者追悼式を、まあ、トップか、うん、まあ大きく報じるっていうのはまあ常々ではありますけれどまあそういう新聞をもう今、若い子読んでいわけですからね。うん リードを読んでいます終戦からに77年、まあ、終戦という言い方をしていますね私はまあ敗戦というふうに言います。これはまあ別に自虐士官ということではなくて、まあ、あの戦争を要は戦争を繰り返さないという意味で考えると終わりましたではなく負けましたっていうふうに思っていた方が、えー、抑止力になるかなと思うからですけどね僕はね。うん まあ一般的には終戦という言い方をしていますよね。政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で開かれました。天皇皇后両陛下や岸田総理大臣、遺族ら992人が参列。まあ、その遺族もどんどん高齢化していってるわけですけどもね。戦没者およそ310万人ですよ。まあ、310人やったらええということではないですが。 310万人が死んでいる殺されているわけですねその戦没者の冥福を祈り不戦戦わないという誓いを新たにしましたと天皇陛下はお言葉で上皇様が使った深い反省という表現を今年も踏襲をしましたこのことについてはコピペということではなくって強い意志を感じますねええ過去を顧み 深い反省の上に立って再び戦争の参加が繰り返されぬことを切に願うとまた新型コロナのことにも触れておられまして力を合わせてこの難しい状況を乗り越え人々の幸せと平和を希求し続けていくことを心から願うというふうにおっしゃりましたはいその通りでございますね 時6時39分で、岸田総理、式辞で、戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この決然たる誓いをこれからも貫いていきますと、いまだに争いが絶えることのない今、ね、世界が直面するさまざまな課題の解決に全力で取り組むと、はい、いうふうに。 言いまました、まあその通りと通りですからそ,その通りやっていただいたらいいわけですけど、うん、まあまああの <laughs> まあええって言うほどのことでもないんですけどまあまあなんか、まあ、そんなに響かん言葉だわなぁと、うん、は思いますわ。うん 300万余の同胞の命が失われましたという言い方ですからね、うん、さてその大辻さん81歳です、うん、追悼の字がまあかったと、うん、子供の頃一度でいいからお腹いっぱいご飯を食べてみたいという思いで育ったお父さんが戦死しましたお母さんも まあ、女で一つで子供を育ててくれたんだけど41歳という若さで死にましたということ、えーまあ、そんなに長いもんでもないんで全文読みましょうかはい本日ここに天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ全国戦没者追悼式が取り行われるにあたり 参議院議長として謹んで哀悼の誠を捧げます。まあここは普通の出だしですね。父は三十二歳で戦死をいたしました。ここからポンとはい、えー、変わります。プライベートなことに入ります。おっと思いますよね。うん、母は残された私と妹を 女手一つで必死に育ててくれましたが41歳で力尽きてしまいました母も戦死したと思っております戦争がなければ早く死ぬこともありませんでしたなるほどうんそうですね統計上どうだということではなくっておっしゃることの意味はわかりますそれが不戦非戦の誓いにつながっていくのならねうん 子供の頃は一度でいいからお腹いっぱいご飯を食べてみたいと思っておりましたそんな私を先日参議院の議長にしていただきました平和な時を生きたおかげさまであります父より50年母より40年長く生きておりますお父さん32位ですからね、ええ、海軍だったみたいですね 残された命は戦争の悲しさを伝える語り部として生きてまいります。この平和が取り返しのつかないほど大きな犠牲の上に築かれていることを忘れてはなりません。私たちにできることは散っていかれた方々のことを忘れないことであります。平和を守るために力の限りを尽くします。 戦没者の御霊にそのことをお誓い申し上げまして追悼の言葉といたします令和四年八月十五日参議院議長大辻秀さんという演説です、まあ、さっきも言いましたけどあの結構いろんな人の追悼演説をしたりとかあの演説はあの上手な人らしいです、はいえーまあ、それはそれでいいじゃないですか、うん えー、何ぞこうまあだから要は自分で考えてないとこの文章書けないですよね秘書がまあよほど有能なスピーチライターのセンスがありゃ別でしょうけどうん自分でまあこれを書くのに何時間かかったのかわからないですけれどもうんでもまあまあそこそこ時間をかけたらできますわねええー。 で一方、岸田さん、まあ、8月6日、8月9日、これがほぼコピペであったりしてることを思うと、ですねどう考えても自分で書いてるとは思えないですし、ちゃんと自分で手を入れてるとも思えないっていうこと、うんえー、が今、まあ、国のトップであると、日本の統治機構というのはそういう仕組みのもとにあるということ。うん、それでいいのか と思うコモさん、うん、まあやっぱりまあ僕はほんまあとでも言おうと思ってましたがやっぱり変なことは変あかんことはあかんなんでって思うことはなんでっていう、うん、でそれが良い方向に修正されていくというベクトルが常に働いているっていう国であってほしいし社会であってほしいしまあ自分もだらだらしてますけどそうありたいと思いますし。うん ですよ、ね、うんあとまあお辻さんにお願いしたいのはちょっとまあこれはまあ嫌味な言い方になりますけどいい,いい演説だったと思うんで、えー、それを演説の上手な人が参議院議長にまで上り詰めて上手な演説をしたで終わるんじゃなくて言っても、ま、あの議長として党から離れるっていう部分はあるのでしょうけれど。 自民党に大きな影響力があるわけですから要はその俗人的な思いではなくって仕組みとして戦争を戦争は起きるんですけどあるんですけどでも仕組みとしていかに戦争をしないという方向に行く社会であり続けるのかと77年間こんな奇跡的に戦争がないっていう国はまあないですからね。 えー、そのためにの具体的なこと、参議院議長だからできることは何なのか、まあ、考えてはるとは思いますが、ぜひそれをやっていただきたいで、やっていただいたら、より大きな拍手を送りたいなというふうに思います。いかがでしょうか。うんまあ、ネットでは結構話題になってるんですけど、あの新聞、神戸新聞、を今日買ってきましたが、そこにはございませんでした。 時刻は8えー、68時出て,てしまうな。6時46分です。いつもよりもだいぶ早いスタート。ようやく同時、視聴者数が100人を超えております。はい、えー、さん、この後あの別にゴルフじゃないです。はい、あの特攻のナレーションがあったりとか、そんな関係でちょっと早めに来ております。どうぞポチッと高評価をよろしくお願いをいたします。 さて、えーっと、高市さんです、うんまあいやまあ、そんだけ注目されてるということなんで、えーまあ、僕なんかがどうやこうや言うたって、ね、別に、えー、何も痛,痛みもかゆみも感じはれへんとは思うんですけど、えー、有能な人であるがゆえに、うん、そしてあの発,発信力もあるだけにやっぱりちょっと注目したいなと思ってるんですよ。で えと経済安全保障担当大臣になりましたと、でまあ、それは総裁選挙を争ったで負けた人に呼ばれたわけですから、まあ、河野さんもそうですけど、えー、どうしますかということを悩むのは、それはまあ分かります、そのこと自体は別に悪くはないんですけど、えー、誘われた、うんね、え大臣になってようという連絡があったときに、いやいや、 あの今やってはる人すごいいい人ですやん有能ですやんと小林隆之さんのことだからもう私なんてでもこれはまあ謙遜で言ってるのか本気で言ってるのか、まあ、ある意味本気なのかもしれないですけど、まあ、本気であったとしていやそれやったら断ったらええっちゅう話ですよね。ええ私よりもあの人の方がいいと思うんやったら、まあ、そこに他の打算とか あ政界の中でのこととか、派閥の問題とかっていうこともあっても構わないんですけど、構わないんですけど、いやいや,やったらやめ、受けへんかったらええだけの話ですやんかと思うんですけど、つらいって言ってるんですよ、ツイッターで、ええ、あの、まあそうですね。 まあ、ツイッターってまあ基本的に個人のもんですけど、えー、総理大臣のツイートがのアカウントがあるようにですね、あのやっぱりまあ周りの人がちゃんと考えて、このタイミングでこれやめときましょうとか、酔っ払ってそんな夜中にそんなことやったらあかんでとか、酔 <laughs> っ払いツイートってまあ私もやってしまいますけど、よくないんでね、えー、削除せなかっなことも出てきたりしますやんか、叩かれたりもしますやんか。 あなんでこのタイミングで私は今もつらいんですって言うてるのかが意味わかんないんですよ。<laughs> はい。ひょっとしたらまだまだもっともっと統一教会との関係が出てくる爆弾があることを自分が知っているんですかあるいはまた全然違うことがまもなく週刊誌などで報道されるとでも言うのでしょうか,なんかまあそんなことも いや何の根拠もないんですけど勘ぐってしまうような、えーまあ、大臣になりたい人はなんぼでもいてはるでしょうから <laughs>、えーまあ、その経済安全保障担当っていうのはなかなか大変なことですから誰にでもできるものではないと思いますし、まあ、高橋さんはその任意に耐えるだけの政治家であると僕は思っていますが、えー、辛いですって言って,、うん、言っては <laughs> ります。 うーんよくわかんないですね、うんえー、統一教会で言いますと、話さんという大臣も関係があったと、そのことが、後からばれてます、はいえー、いや、そのときは調べたけど分かりませんでしたって、まあ、その調べたっていうのがね、えー、どの程度のことを言うのかっていうことですやんか。 おおいおいこんなアンケート来てるよ総理にも聞かれちゃったよ、うん、俺統一協会と関係あったいやないと思いますよだよないや,そ,いやそれそれを確認というのならば <laughs> まあ楽ですわな、うん、あでも私秘書になったの3ヶ月前ですけどみたいな「<laughs> おいおい」って「<laughs> 吉本新喜劇か」みたいな 話ですけど。いや、あの報告せなあかんかった時には知りませんでしたって言って言ってます。はいまあ、本当にもう嘘つきのオンパレード大安売りですよね。えー、もう無料でもう持っとけもっとけだろ。嘘つきーっていうぐらいのことなんで、本当にあの嘘も100万遍言うたらほんまになるって。い、えー、うのは多分今の自民党。 えー、統一協会との関係を問われている人たちの逃げ方を見るとまあ正解なんでしょうね <laughs> 嘘はつき続けてたらもう真実になるっていうことがねでそれはやっぱおかしいでしょうと統一協会との問題もおかしいし、えー、そのね安倍さんが撃たれたっていうことの問題ももちろん大事だしなんですけど それはそれこれはこれとしてこんだけ嘘つきがはびこっている世の中嘘つきがはびこっている自民党まあ自民党だけじゃないけど今統一教会との関係で言うと圧倒的に8割ぐらいですかがそうであるということで言,言わせてもらってますけど毎回こんな一時エクスキューズするのもアホらしいんですけどうん。 まあ杉田美桜さんのことはまあ私はまあ好き嫌いで言うと嫌いです、はい、考え方も違いますで、まあ、LGBT について、えー、それを嫌やという人がいるのも、まあ、それはそれで一つの考え方としては分かりますが責任ある立場の人がですね、えー、その LGBT は生産性がないと言ってまあ炎上しますそれはそうでしょう、うん、そのじゃあじゃあ子どもを 産産むっていううことととを生産性というんですかとならば女性として女性として生まれ女性として生きていく中でも、えー、産まない産めないいろ、えー、んな人はいるわけですからじゃあその人たちもみんなそういう意味で子供も産まないということをイコールで生産性という,いうのならば他の人らもそうやっていう話になりますしそんなことは普通は言わないですよそのまあ夢に見るとか寝言で言うとか。 居酒屋でねの仲、親しい仲間となんか言ってるとかっていうのとは違うんですから、国会議員なわけで、でその人が、ね、月刊誌に書いてるわけですから、でそのことが批判されるというのは、僕はすごく当然の話だと思うんですけど、でえー、そんな人をまあ政務官にしたわけですよね。岸田さんはそれで、OK、だと 統一教会と関係がある人は外すって言いながら入ってても OK だと言っている人ですし、ええ、だからその何やったっけな、うん、岸,岸田内閣の方針とは全くぶれてないっていうふうに言ってるんですけどね、ええええ、個性と多様性を重視するとした岸田政権の方針とは何一つずれている部分はないと言いっ ってるんですこのやっぱ言い切るってやっぱりすごいですね。ねえ。いやー本当にこの心臓の毛の生え方はあ私にはないですね。心臓にも育毛剤がいりますね。こ野さんまだまだ小心者ですわ。そして自身のホームページではね当事者の人権を否定するつもり差別するつもりも一切ないと説明を していましてで、会見でも改めてそれを言ってるわけですよ。うん。じゃあ何なんですか？と。まあまあその差別とかいじめとかっていうのは、まあいじめてる側がいじめてませんってよくからかってるだけです。いや一緒に遊んでるだけですって言ってるような感じですかね。いや、それはいじめられてるかどうかはいじめられている側。側いや、それは悪用するようなことがあったら飽きませんよ。それはそうですけれど。しかし。 えー、差別されていると思う側があ決めることであってですね、えー、もうまさにいじめっ子が「うん、僕はいじめてませんよ一緒に遊んでるだけですよ」って言っているジャイアンみたいなそんな感じですよねでも堂々と堂々とそれを言っていますしまあそれをそのまま新聞は書きますし あるいは無視しますしうんそんな人をえ偉いさんとしてね他にもいっぱいいる中でですよ「もつらいの大臣にやれ」って言われたらつらいのって言ってる人を大臣にしえそしてこんな堂々とですねむちゃくちゃなことを言ってる人を政務官にしてるわけですから任命してるのは。 岸田さんですからねおかしいなあおかしいなと思うのがおかしいのでしょうか、ええ、時刻は6時56分でこ、ええ、ども家庭庁まあ家庭という名前が入ったところに統一教会の意図があるのかまあそれだけじゃなくって自民党のまあ、あ,あ右の人ですよね えー、自分たちにとって都合のいい家庭というもの家族というもの、えー、あるいはその家というその続き柄の部分で、えー、の人たちが声を上げて子ども庁ではなく子ども家庭庁となると、まあ、それはまあもちろんつながってるじゃあつながってるんですけど今の世の中の考え方でいうと家庭というものがあって子どもを苦しめてることもあるんだから子どものことを考えたら家庭というものは 外して、ねえー、考えるべきではないかという話もあって僕はまあそっちの方に一里も二里も一馬身も三馬身もーリードしてると思うんですけどね、えー、しかしまあ結果的に入ったと過程というものがその中に本当に統一教会なり他の宗教団体なりの,こうこあの影響力がどれだけあったのかなかなか証明はしづらいところではありますけれどもね、えー ま,あこの言うとまたそれは悪魔の証明やとないことの証明なんてできないみたいなことを言う人もあるんですけどでもまあまあ今ここはその看板を書くとねっ「に墨の文字で書きますわなうんそれを子供に書いてもらおう」とで前任者の野田さんが「子供に書いてもらったら?」って言ったら「あ僕もま 全く同じことを思ってたんですよと小倉少子化担当大臣が会見で言いましたと内閣府の暴動を前にそのようにしゃべっている写真が NHK のサイトに出ております子どもにとって必要な政策は何なのか子どもの視点に立って考えるという方向性で力強く政策を進めていきたい、う。ん で子ども家庭庁のの看板文いやまあいいですよいやまああのいや,いやアイデアとしてはアイデアとしてはまあいいとは思うんですけどね、えー、ただまあ泉さんの赤石師匠の言うことの方が、はあえー、一週も二週も先行してるなと思うんですけど看板の文字を子どもに書いてもらう必要はない。 求められているのは子どもを大切にしている不利ではなく子どものための予算を本気で確保することだとこの夏の予算要求書に子ども予算が2倍必要だと大臣自らがその責任で書き込んでいただきたいと切に願うと <laughs>、えー、まあ,あのいつも言いますがさ泉さんにはいろんなねえー、評価があって、えー、議会とも仲悪いようですけれど でもまあ,あ,あその人キ,ャラキャラの問題はともかくとしてまあそさあ泉さんの一票ですなこれはねえー、いやいいですよ、まあ、子供に書いてもってもいいんですけどそれは、まあ、別に悪いことだとは思いませんが、うん、それよりは中身でしょうと、まあ、まさに上辺、うん、のあねことですよね。 うん、あんまりにもこの上辺のことが多すぎるまあまあもう小守の時代から上辺の時代に変わってるんですから仕方がないですけどね指になっていますはい、えー、彼も頑張っているでしょうはいで、えー、もう一つ泉さんが昨日ツイートしてたのがまあちょっともう吹いてしまいそうなんですけどね、えー 日本子育て支援対象といううものがあるそうです、えー、各社取材に,に来てあの「あなたの自治体あなたの会社この商品が子育てを支援してるんだよ」っていうことの宣伝にもなりますよというそういう、えー かつてあったその「新四六」っていう「あなたの名前はここに入ってます」って言って「高、え、額、え、納税で、ええ、お金持ちですよ」っていうところに「あなたの名前も入ってますよ買ってください」「はい、ええ、この手帳サイズのやつ10万円」みたいな商売がありましたわなあああ今もどっかの社長さんの、ええ、部屋の本棚のところに埃りかぶった古い新四六があるかもしれませんがそういう商売というか。 えー、日本子育て支援大賞、まあ、それだけ名前聞くと、世界平和統一家庭連合のようにですね、何一つ否定されることのない言葉の羅列なんですけど、えー、普通にいただけるならありがたいと思います。しかし、お金で賞を買うとなると話は違う。実は今年3月、この日本子育て支援大賞の主催者から、あの明石さん。 あの泉さんいろいろやってらっしゃって結果も出してあってええー、出生率も上がってて素晴らしいですねと対象に推薦しようと思うんですがと連絡があったそうですまあ普通まあそれが主催団体が統一協会って書いてあったらそらええー、と思うかもしれませんが、うんまあ、ホームページも立派なホームページ出てますわうんお断りしました大賞受賞の条件としてお金を要求されたからだと。<laughs> どういういことかようかよわらない方です、ね、明石市様の出産・子育て支援策は他の自治体より様よりも群を抜いて注目されており子ども医療費の無償化や第2子以降の保育料完全無料化おむつ定期便などといった5つの無料化対策は出産・子育てするなら明石市と考えておられるファミリーも多いと思います。そこで 今年2022年は是非とも明石市様を日本子育て支援大賞にご推薦させていただきたいのですがいかがでしょうかと。で子育て支援大賞のホームページのリンクが書かれております。で前年度2021年の受賞商品サービス自治体の一覧ですと。あだからその団体とか。 っていうこういう活動をしているからとかそういう自治体でこんなことやってますとかっていうそういうことじゃなくだけじゃなくて商品子育てを支援する商品サービスそういったものも受賞できるというものですねでその下に「またロゴやトロフィーにつきましては別途有料となりますが」と書いてあるんです <laughs> あのーほうほうほう 今まで、まあ、私、正直、はいろいろとトロフィー頂戴いたしました、はいえー、日本民間放送連盟、A、最優秀賞3部門で私いただいておりますよ、キャンペーンスポット部門、衣笠、ね、連続試合出場、そして、えー、独立ウクライナへの電話、アロージズ・ヤポーニ、えー、最優秀ラジオ報道番組部門、えー、そしてその翌年、2年連続ですよ。 ヤンタミュージックネットランジェ、えー、ラジオ娯楽番組部門、はい、3回連続で3回も日本民間放送連盟最優秀賞受賞という輝かしい成績を持っている駒さんでございますがそのトロフィーが有料というのは聞いたことがございません普通主催者側が用意するものですねでレプリカは買いましたはい えー、最初の時のはあの買わなかったんですけどあとの2つのやつは、えー、レプリカ売ってますって言われてそれは買いましたあの僕の葬式の時に並べてもらおうと思ってっていうことはまあ冗談ですけど、えー、あのなんかこん,こんなこんなデザインのやつやったと思いますわうん、えー、本棚のとこに並んでると思いますこり <laughs> かぶってると思いますけどあそれは買いましたでまた、あまあ、レプリカやからね あとあの、持たしてもらたやつで言うとあの、東京オリンピックのトーチね、あれは順番に持っていはる、まあまあ、予備もあるでしょうけど、でそれはまあ、次の人に渡しますから、で、えー、その、走った人だけ売ってあげますよって言って、あれもまあ、結構高かったと思いますけどで、それはまあ、わかります。それは不れいな品としてわかります。せやけどね、普通 <laughs>、 子育て支援対象っていう名前で世界平和統一家庭連合のような美しい名前でですよやっててでえトロフィーはお金取りますと10万円ですとねいやそら3万円で買うたやつを何百万円で売りつける悪徳商法のどこかの よく,よく正体を知らないんですが私はいあのー、宗教団法人と称するところよりはまだマシかもしれませんが、まあ、じ10万円ぐらい実際にすんのかもしれませんまあ8万円で2万円をもう取ってはるのか私は知りませんけどもおかしいですよねでロゴの使用料なんかまあ、まあ、ロゴやから ロゴなんですよまあまあ見てもらったら分かりますがまあまあたあいもないちがまあまあそういう <laughs> ビューって書いたロゴがあってそれ使うのが70万円が言うんですよ。あなたのところが日本子育て支援対象をもらいましたよっていうことを言う時につけるロゴを使うんやったらロゴ代として70万払いなさいって。まあ閉めて80万円はいりますよと。 受賞するためほんで、泉さんは、もいりませんと。いりませんと。ま,あ、まずもト,ロトロフィーいりませんと。ね。えー、ロゴも使いませんと。だから、推薦してくれはんねんやったら、くれはんねんやったら、賞、まあ、状1枚なのか、別に賞状も別に言いません,んですわ。そんなん金取られんねんやったら。はい。賞、えー、だけくださいと。 頑張ってますから頑張ってることを評価してくれてみんなにもよりより多くの人に知ってもらうで、まあ、あのこれにはねどうもなん,なんとかっていう雑誌とかねこんなテレビとかねそんなところも毎回取材に来るんですよっていうことがどうも書いてあったみたいですわだからだからいいでしょと私らがあげるって言ってるんだからとねええー。 まあ私が審査員として関わっておりますあの大阪のなにわ大将っていうのはあって7月28日に贈呈式式ならぬう定式っていうのをやってます、はいえー、次戦他戦を問わないんですが一ビリ大阪で一ビリいろんなことやってはる人や団体を表彰するんですけど、えー、それは要はこっちが勝手に「あなたは偉い」って「あんたは偉い」って言って決めたんやから「えー、もてくださいね」って言って「もう定式」っていうことにしてるんですけど。 まあ普通、商をするってそういうことやと思うんですけどね、えー、ここは商売にしてあるんですわ、うん。まあそら、えー、お金もかかるでしょう、そら事務局置いてね、人件費もかかるだろうし、どっか支援してくれてる、そのどっか支援してくれてるとこっていうのが、実はミキハウスなんですって。えー、えミキハウスもええ、まあ、こと、いろいろやってありますよ、ええ商品もいっぱい出してありますよ。 そのうちで自分のところ、まあ、子育てに関係する商品なわけじゃないですか、えー、ほんでミキハウスさんがそれをやっててでその受賞したところのラインナップを見るとミキハウスの商品が受賞してたりするんですって <laughs> まあ出す方も出す方ですけど渡す方も渡す方ですよねえ <laughs> そんなんあの。 もうコモさんに YouTube 大賞を差し上げます言うて、ええー、天禄 YouTube 大賞、最優秀に選ばれたのは、こもさんですうわー、おめでとうございますってやってるようなもんでしょう <laughs> な。なん、なん、なんなんですかね、これ、えー、変、変ですよね。うん まあ、あのお金で買える賞っていうのはありますよ他にもねいやまあこんなん言うとまた、まあ、私もあのさ、うん、片棒かづいてますだからあなんですけどモンドセレクションがそうでしょねモンドセレクション金賞ね最高金賞いろいろありますやんまあそれコマーシャルやってあるとこもあるんで別に商売の邪魔するわけじゃないですけど僕は子どもの時にモンドセレクションって言ったら、えー、とあのココナッツサブレでしたかね。 ココナッツサブレに「モンドセレクション受賞」って書いてあって世界が認めた味みたいなあの印象ですごいなと思ってで食べたらやっぱりおいしいしあの中でもあれ若さやったかなどっか海水浴行って海水浴行ったらもうヘトヘトになりますやんかそんな時に食べたココナッツサブレの,あの甘じょっぱい感じっていうのがすごくおいしくてもうなんか体に染み渡るような体験っていうのが 子のの時時ににあったんですね小学校3年生ぐらいの時にそこにこうモンドセレクション受賞っていうことが書かれていてモンドセレクションっていうのはすごいんだなともう世界の人がこの味を認めたんだよなと思って、えーまあ、大人になってちょっとおかしいなと思い始めたのが大阪の高度浄水処理水大阪の水道の水ですねこれがモンドセレクション取ったはずなんですよ確か。 ええ、その時ちょっとおかしいなと思っていやもちろんその香水や軟水やおいしい水六甲なのかそれが縦品なのかいろんなところのやつがありますもうその味の違いは正直私には全然分かりません冷たいか冷たくないかしか分かりませんけれど、ええ、その水がモンドセレクションを取ったと確かまあ菌やったと思うんですけど、うん、いや 大阪の水のそんなおいしさがモントセレクションの人にわかんのかと思ってえ思ったらあれって要は表示してあることと中身がどれだけ一致してるかっていうことを表すショーなんですよね。この中身がこれがおいしいからっていやだっておかしいと思ったもんそんなその醤油の味とか豆腐の味とかそんなそのねミシュランでもないわけですし。 何,何がと思ったら、はいえー、こうやって外に書いてある、まあ、これはまあ食べ物じゃないですが「はい、ビオレ U」っ、ね、て指の消毒液って書いてある表示と。 で中身がちゃんと一致してますよっていうことを見てるらしくてですねほんなまあそれは大阪のあれ何でしたっけほんまほんまもんじゃないなう,うまいもんじゃなくて何かいう名前でしたけどその大阪の水道水を入れたものに大阪の水道水って書いてあるんやからそれはそうですわなとそこに嘘はないっていううんそれで金賞とか最高金賞でまあ見る仕組みを見ると えー、金賞やったら何十万最高金賞やったらもっと高い金額っていうまああのもんみたいですわだから銀賞とか銅賞出しても銅賞まであったんやったかなうん銅賞はまあいわゆ安いんですよだかまあモンドセレクション取ったとは言えますけどまあ金賞とは言えないっていうねえー、なんでわざわざ銅賞とかそんなのを取りに行きはんねやとかわ,わけわかんなかったりするんですけど。 ごめんなさいねあのモンドセレクションで商売してある人はおったら申し訳ないですけど、まあ、なかなか、まあ、この件についてはあのラジオでちょっと言ったかもしれませんけどあ,のあんまり堂々とは言いませんでしたというのは、まあ、それで商売してあるところと、えー、ラジオ局が取引ありますからねそういうコマーシャル流れてますからね、えー、櫻井和菜さんも言うてはりましたからね、えーえー、なんですけどいや別になんか商品自体があかんとかということじゃなくて。 モードセレクションってそういうもんやなんやっていうへえっていうことですがそれに近いというかそれより悪質かもしれないですよねこの日本子育て対象支援対象ですかやっぱりんか世の中変なことやっぱいっぱいありますよね戦後77年うん日本はまあ,まあ繁栄してきたとまあ確かに繁栄したんですけど あのいろんなものがまあつながっ全然とつながってもいいあるいはそこでポンと変わったこともありですけどちょっとあまりにもいろんなものの折りがたまってるというかうんね海脱水きれへんかったらこれからの時代大きく価値観世界,的世界で価値観の変わってる中でえー、このまんまのこの ドドロドロおなんか綺麗な建前とドロドロのお中身鐘をの流れ見たら分かりますけどねこのこの,この鐘の流れはちょっとおかしいと思う感覚の方ですね。うん、7時15分ですさて、えー、今日神戸新聞があ社会面で取り上げております 私のもとにもさっきからポーンポーンというメールが届いたよというのが来ておりますがお肉なりマスクなりですね買っていただいてもポーンってなるんですが今私のメールに届くものはもう,うー99%とは言いませんが迷惑メールですアマゾンで荷物届きましたけどもなんかみたいなことも来ますしーさっき から来てるのは ETC 利用紹介サービスっていうのと銀、うん、ギ,ギラ競馬っていうのと、うん、とかなんやかんや、はい、そして、えー、脅威のこんなやつっていうやつとか、はい、<laughs> いろいろと来ておりますが、えー、高額当選のためのっていうメールがですね、えーあのー、75歳の加古川にお住まいの女性のところに届いたようです。 うん、まあ,あの私の時もどころにも時々来たりしますもうだからもうそういうやつはもう鼻から読まない、えーえー、もうメール自体を開けないというふうにはしてるんですけど、まあ、それでもどんどんとしてしまいます占いサイト7190万円詐欺という見出しにこちらなっております、はあ、どういうことか昨日午後 加古川市の無職の女性75歳がスマートフォンに高額当選できるとのメッセージが届きポイントを購入し続けておよそ7190万円を騙し取られたと加古川警察署に届け出たということです木の1日のことではございません特殊詐欺事件と見て操作してくださいはいお願いします3月頃スマホに表示された占いサイトに会員登録をしたところサイトから高額当選を得るための近道は 今行動することが鍵。届いた文字をその通りに返信すると。宝くじ、ビッグ、ロトなどで高額当選ができます。は。え、どういうことですか。まあ、占いサイトは、まあ、いっぱいありますわね。ええー。まあ、占いサイトに。あのー、入ること自体。名前書けへんかったらあかんのかなとか。 生、ね、年月日は、まあ、そこを偽名にしたとしても生年月日はちゃんとせなあかんかなとか、まあ、思いますやんかさあ <laughs> ねええー、もうそこでまあ個人情報のゆるゆるになってしまうんかなで当たるとで、えー、届いた文字をその通りに返信すれば 高額当選に近づくとその理屈が全くよく,よくって分からないんですが高額当選ということ、えー、裏で誰かが数字いじってるんちゃうかという陰謀論を信じていたらころっといっちゃうんでしょうか、うん、でどんどんやっていくと、まあ、それはそれで面白いかもしれませんがこれ以上返信するにはポイントを購入する必要がありますというメッセージが届きましたなるほどこうやって銭に儲けするんですか。 なるほどね。あ、そうですか。これは <laughs>、飽きませんよ。こんな、こんなん商売でも何でもなくて、詐欺ですからね。言うときますけど。うん、で、3月16日から7月23日まであ、結構長かったですね。1回数万円から数十万円を600回以上にわたり、 ATM から指定された口座に振り込んだそうですお金が尽きたのでっていうかまあ7,190万円あったということですけどねということは借金したんではないんであれば親族に相談したとこ被害が発覚とでまあこういういやほんまに僕はその特殊詐欺っていうのはあのただ単なる詐欺じゃなくて。 えー、重罪にすべきだと思ってるんですけどその人の両親とかあにもつけ込んであるいはもうね親戚の中でこれも家族にもうねえー、顔向けできへんじゃないですかこん,でこんな溶けた金が返ってくるとも思われへんでしょね阿部長じゃないんだからうーんひどいねねで,でもまあ引っかかってまうんやなこれね あ今すぐ今すぐはい皆さんえー、クリックしてくださいようええー、こっちをどこですかはほらここ <laughs> 高額当選したいなら今すぐ お肉 <laughs> いやいやえマスクちょうちん下の方まだ結構いろいろありますよ下の方まで見てくれてますか、はい、ハンカチ、はい、コースターキーホルダーまだありますかあステッカー漫画いろいろ <laughs> はい,いやこうあそれを、ね、みんなにあのサイト見ていただきたいですし買っていただきたいのは山々なんですが。 こんなんなで、まあでもそうかだからまあ,あ7190万人の人から1円ずつ稼ぐんじゃなくてたった1人から7190万円なんだったらそらそっちの方が効率はよろしいなあ,あーへえいろんなあんねんなあまあ YouTube の広告自体ねなんか あの皆,さん皆さんの属性に合わせて言ってるんで私がこれを見ろって言って CM を出してるわけではないですけどはいあのいろんな多分なんか怪しいようなやつあります最近なんか副業のやつ多いですよねええー、すいませんけど私あれもうすべてが副業みたいなもんなんで全然興味ありませんが皆さんのもとにはどんなコマーシャルが流れますでしょうかでは「コマーシャル」 はいえー、流れた人と流れてない人があるかと思いますが現在150人の方にご覧いただいております時刻は7時22分いつもよりも早い時間のスタートでお届けをしておりますさんでございます夏の高校野球10日目、えー、仙台育英高松商業愛工大名電そして大見八幡が勝ちましてベスト8に進みました。ちょっと時間の関係でヘッドラインから外しましまたが ちびまる子ちゃんの最新巻18巻というのが10月に発売10月25日かなもうさくらももこさんが亡くなってからもう4年になりますか、えーえー、まああのスタッフさんたちが一緒になって、えー、頑張って出しはるということもまあ触れておきたいなというふうに思いましたはい、えー 8月16日の長官チェックをおお届けしております、まあ昨日あの墓参りへ行きまして、まあ、母親とかね、えー、連れて行きまして手合、えー、わしてまた、まあ、今度はねお盆とん秋の批判はまあ1ヶ月ほどですのでまた来るわって言って手を合わせましたが、うん、まあね、えー、親にも心配かけてますでしょうし。 小賀、あのー、さん、まだまだ頑張らなあかんなと、んでまあ、何やってんねんということでいうと、この、まあ、長官チェックをやってると、やっぱりこう、変なことは変やと、<laughs> それは、まあ、マスコミに対しても、新聞に対する愛情の裏返しできついことを言ってるのも含めてですね、やっぱり変なことは変やとで、素晴らしいことは素晴らしいと、うんで、変なのに素晴らしいって言われてるのは変やと。 うん、いうことやっぱりそれは言い続けなあかんなと思うから、まあ、体とお金が続く限りやっていこうとは思ってるんですけどまあまあそれもね、えー、健康あってのことですし、えー、お金もないとはきませんので、えー、なので、まあ、そういう意味で今回あの ね、これまでもいろんなものを紹介させていただいてますけどおい、えー、しいお肉なかなかそう手,の、ね、手の届きやすい値段のものじゃなくって <laughs> 昨日も,も母親、まあ、あの食べてもお肉、ね、最近やっぱり体重減ってるんでね義理、ね、の母も体重が減ってるって,言って聞いたんでやっぱり肉食べて背つけてって言って体重増やしてねって言って昨日お電話もしたんですけど。 あのその母親が「であんたこれなんぼで売ってんの?」って言われて「いやグラムなんぼで」って言って,いていや「ええー言って言うて「<laughs> そんな高いの?」って言って「えー、いやその高いですもうヒレなんかキねキロ,あキロっていうかグラムで言ったらさ4000円頂い,いてますからそらもうそらそうなんですけどでもまあ、うん、変なもんは変うまいもんはうまいえー、ええー、え買ってほしいものは買ってほしいはい。 知ってほしいことは知ってほしい、えー、これでやってまいりますので、どうぞ、はい、あの皆さん、買ってください、うん。で、こういうものを買っていただかないことには、えー、長官チェックは続けられませんので、はいえー、よろしくお願いいたします。では、うん今日の神戸新聞からあ、今朝の一言を選びました。うんえー 冒頭にも触れましたがあ若い人と言ってもその10代や20代というんではなくてもう少し年齢いってる人でもですね8月15日って何の日やったっけっていう今日常になってきているっていうのは、まあ、これはあの憲法9条の問題を、えー、サンデーモーニングが子どもの教育をしっかりしないといけないといううなそういう意味ではなくって。 えー、やっぱりちょっ,とちょっとさすがにほんまにショックでしたね、えー、その1.17が神戸近郊の人たち以外のところで薄まっていったりとか3.11なりね、えー、があるいは123便の8月12日がっていうようなことは、まあ、どうしても,もう記憶が薄れていく部分はあるんでしょうけれどしかしまあうん。 8月15日、戦争なく今、暮らしているということについて、ちゃんとみんな、それはもうみんな、はい、その100%、セントの人があ、まあまあ、恐らく極論で言ってますよ、うん、ですけど、100%の人がやっぱりちゃんと手合わせてで、戦争ないように自分のできることを何しましょうって、ってっ投票も含めて。 自分の仕事も含めて家の用事も含めてする日であるべきだと思うんですけどねでは8月15日の次の日16日の今朝の一言です「この77年間日本では戦争はなかったよ生き残った 大特攻隊員浅野昭則さん、えー、横浜市の方なんで神戸新聞が独自にやったのか共同通信からの配信記事なのかわからないですけれど特攻特別攻撃隊ササイドアタックですね、えー、自殺攻撃委員、うん 自爆です王、ね、家という桜の花と書きますー冷戦ゼロファイターが突っ込んでいくあの飛行機ではなくてですね大型の飛行機の下にロケット状のものがあって爆弾積んでましてで上空で切り離されてそこからまあ滑空をしていきそして、まあ、ある時は後ろロケットを ええ、ね、エンジンを吹かしてそして突っ込んでいくというその隊員だった93歳の方です浅野さん人間爆弾ですねで、まあ、それは他の攻撃もそうですし特攻には限らないですが訓練中に命を落とす、うん、そういう仲間たちもいました。 そして実戦に行ったところで実際その任務としての自爆人間爆弾として敵艦をやっつけるっていうことができた人なんてごくわずかですよね。で多くの人を送っていったんだけどたま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 た自分は出撃することなく訓練は受けて。 え訓練中にも仲間を亡くしたりしてるんですけれど自分は生き残った8月15日を迎えてそこから77年経ってでまあ彼は大家の乗組員でありましたので、えー、その資料とかをいろいろと集めたりっていうこともしている方なんですただもう93歳体がなかなか動かなくなっていっててうん。 インタビューに答えてあります年を重ねて歩けなくなり当時の写真や王家の模型に囲まれた部屋で日々を過ごしていますそして散っていったまだまだ若い10代20代の仲間たち戦友たちそんな人たちに写真に向かってこう言っているというのが今朝の一言です「この77年間日本では戦争はなかったよ」と。 今の若者に私たちの経験やあの時の気持ちがわからないかもしれないなそれでも戦争はしないで望みはそれだけですとおっしゃっています歳時記のように流れる戦争関連のニュースもう僕61歳は報道の現場から言うと一線を引いている世代ですね えー、私の子供よりもまだ若い人たちがペンを取りカメラを回しているんでしょう現場では、うん、そして8月15日が忘れ去られようとしている今まあこの人も浅野さんもそんなに長くは生きていられないでしょうしかしで多くの人のその思いというのも肉体としては多分そんなに長い 間生き続けられるわけではないという時にですね、えー、戦争が77年もなかったんだそれを78年79年100年200年としていこう、えー、その思いだけはやはりきっちりと伝えていかなければならないなと思っております今朝の一言でした時刻は4時32分ですでは おしまいはアンテリジャンがお送りする今朝の一枚でございますええー、皆さんにパチッと撮っていただきました写真をハッシュタグ長官チェックをつけまして投稿をしていただいておりますありがとうございますおかげさまで最近いろんな方に投稿をしていただきましてですねいつもあのいただいている方と新規にいただいている方はございますありがとうございますハッシュタグ長官チェックでインスタもしくはツイッターにアップをしてください毎月お一人の方にアンテリジャンの作っておりますフォトブック それをプレゼントするためのチケットですね券ですねフォトブック券をプレゼントさせていただいておりますでは今朝の一枚はこちらです何ですか何ですか何ですかはいこれえ精神教って言うんですかはあ えー、あそこですあのー、これ見てくださいこの綺麗さうわーえー、ええー、というか写真というか写真ですけど <laughs> えー、こんなとこあんねや調べましたらはいこれあのー 新潟らしいですね、えー。新潟、Google マップで見ましたら、こんな風になってます。はい。どうないしていったらいいんですかえー、っと、車で7時間4分、えー、天独から歩いて4日だそうでございます。<laughs> <laughs> ああ、や、綺麗な写真。ありがとうございます。もう一度見ていただきましょうか。こちらです。はい。 えーえー、お盆休みの間に行かれたんですね、綺麗なお写真ありがとうございました。はいえー、こちらもあ今月のです、ね、31日にまたあのフォトブック券のプレゼントございますので、毎日忘れずに見といてください。そしてあなたもぜひこちらにお送りください。お願いいたしますでは、いつもよりも早いスタートでございましたが、今日もご視聴ありがとうございました。では、また明日たにじゃんでお別れすることにいたします参ります。 また明日インジャングーそして、ポチッと高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。良い一日になりますように。いってらっしゃい。